皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、唐突な話なんですが、最近ちょっと鉱物、石に興味がちょっと湧いてきまして、YouTube なんかで、ザ・クリスタルコレクターというですね、YouTube チャンネルがあるんですけども、石を掘りまくっているチャンネルなんですけど、それなんかを見るようになって石にこう興味が出てきて、天野センターの職員さんなんかにそれを言いましたら、ここは行っておいた方がいいよという場所を今回紹介されたので、福島県は石川町のある施設に、ここへ向かっているところなんですけれども、そこもですね、石に関係ある施設なんで、非常に楽しみにして、向かっているところなんですね。はい、で今回行ってきたのは石川町立歴史民俗資料館という施設で、石川町から産出した、珍しい石ですとか鉱物とか、鳩織機とか藁細工とかの民俗資料を展示する施設になります。石川町はですね、昔からガラスとか焼き物の上薬なんかに使われる、長石とか石英とかが結構多く出てたようなんですけれども、それに付随して、貴元素鉱物といって、いわゆるレアアースというものなんですけれども、それなんかもこう多く出てるみたいで、それがですね、こうやっていろいろと展示されてるんですけれども、自分も最近かじり始めたばっかりで、この施設に来て初めて見るような石も多いわけなんですけど、とにかくですね、この結晶が非常に大きいですよね。図鑑で見たりするようなものでしかなかった大きさの、石の結晶がこういうふうにずらずらと並んでまして、この1階にはですね、そういった石川町から産出した多くの鉱物が150種類以上展示されています。はい、名前だけ見てもちょっとね、ピンとこないものが多いんですけれども、水晶とかね、煙水晶とかいうものはなんとなく分かりますけれども、ところどころにある電気石とか、ザクロ石とかいうのはあんまりちょっと知らなかったものなんですけど、こうして、展示物には当時の写真なんかもありまして、当時こういった石のなんかこう選別作業をやってる写真ですとか、やってるところですね、これはね、こういう写真なんかも展示されてます。はい、こういう雲母ですね。雲母って言ったらなんかこう側溝なんかの、底をすくった時にちょっとこうね、薄っぺらくこう積み重なったような雲母なんかが小さいのですけどね、見たことあるんですけど、展示物にはこういったイラストで、図解しているものがあります。はい、こちら電気石っていうんですけど、トルマリンといった方がね、馴染みあるかもしれませんね。これもですね、電気石なんですけど、ちょっとパッと見炭のように見えますけどね。はい、
ちら九条花崗岩っていうね、これ天然記念物、県の天然記念物らしいんですけれども、まあなんかおまんじゅうにごまを振りかけたような感じのものなんですけど、でこちら松茸型水晶、まああんま大きくないんですけどね、こういう感じに傘の張ったようなキノコみたいな形してますね。でこちらは、まあ、小道、まあ、ジオードなんて言われますけども、それの、まあ、図解の説明ですね。はい、で2階に行きますと海外産の鉱物なんかが並んでるコーナーがあります。はい、やっぱり、アメリカ産の、ものなんかは非常にこう結晶も綺麗で大きいものがありますよね。はい、やっぱそのクリスタルコレクターという YouTube チャンネルもやっぱアメリカが拠点なんですけれども、本当に結晶が大きくて綺麗なものがいっぱい出てます。はい、こちら経過木、まあ化石化した木ですね、これはね。はい、白雲もこれも綺麗な、はい、非常に綺麗な結晶です。で2階にはですね、ケースに入ってなくて、実際こう手で触れるものもあるので、はい、見るだけじゃなくて触れるものもあります。はい、まあ、こちらも石川町さんのものが結構置いてありますね。はい、まあ、第二次大戦中にはですね、日本の原爆を作ろうという研究が進んでいる中で、軍部がですね、そのウランを抽出する研究部門を石川町に疎開させて、まあ、実際にウランを含む鉱物も採石されたようですけれども、まあ、結果的には原爆の製造には至らなかったようですけれどもね。はい、まあ、その他はですね、旗織り機とか、まあ、鉱山で使われた工具なんかが展示されてます。はい、で3階ではですね、特別展があったんですけれども、ちょっと撮影は NG でした。はい、で1階に戻った時ですね、最近寄贈されたものなんかが展示されてまして、ちょっと気づかなかったんですけれども、入り口入ってすぐのところにこれがあります。はい、で他にも鉱物に関する冊子なんかが売られてますので、興味のある方は、買ってみてはいかがでしょうか。で駐車場なんですけれども、建物の外にあるこの砂利のところなんですけど、まあ団体さんがいるときはバスなんかがいるので、注意してください。はい、というわけで石川町立歴史民俗資料館のご紹介でした。よろしければ行ってみてください。はい。